どうも山田亮です。パリッとした格好のまま3日ぐらいこれ YouTube 続いてますね。もう話を終えようかなと思っている間にどんどん話したいことが出てくる悪い癖ですねこれね。今日は短めにいこうと思います。今日は短くいきます。あのですね、まあ、建築家像について前の2回話をしたんです。情報社会に入った建築家についての話したんですが、それとは全然違う話でですね、全然違うわけでもないんだけど、ビオシティっていう雑誌が家に届いていたんですよ。でこの話がしたくなっちゃって、これ僕大好きな雑誌で、僕学生時代からずっと読んでるんですよ。研究室にが撮っていてですね、研究室にあったので、おなんだこのバイオシティってのはって言って、ビオシティって読むことも知らずですね、この雑誌を手に取ると、いわば自然環境の中の物質循環みたいなものとデザインの関係とかですね、こういうのがうまくダイアグラム図式化されていて、で自分が設計をやろうと思う時の、ダイアグラムの書き方相当影響を受けた、そういう雑誌なんですね。で、その、ある種愛読をしていた雑誌であり、ファンだった雑誌がですね、スタジオ L っていう事務所を作ってから何年か経った時に、毎年1号ですね、スタジオ L エディションという特集号を作りませんかって声をかけてくれたんですよ。これは嬉しかったですね。もちろんもう2つ返事でやります、はいやりますって言って、でこの雑誌はですね、年に4回四季ですね、期間4回出るのが基本なんですが、その年に4回出るうちの1号だから4分の1ですよね。4分の1が、これもちょっと今書いてあるんですけどね、見にくいかもしれませんが、スタジオ L エディションっていうふうに書いてあって、我々スタジオ L がコミュニティデザインの視点でですね、いろんなことをまとめていくっていう、そんなものになってます。でそれの最新刊がですね、ようやくできましたということで届いていたんですね。これ98号だそうです。もうすぐ100号ですね。で確かですね、ビオシティ100号までってことになってたような気がするんですよ。多分ですよ、ちょっと間違ってたらごめんなさいね。100号の区切りでこの雑誌終わるってことになってた気がするんですよね。で今までに僕らは多分ですね、5回か6回ぐらいスタジオ L エディションやらせてもらってます。年に1回ですから、ただ多分この5、6年ぐらい、もっとやったかな、7年ぐらいやったのかな。でこれ多分最後の号ですね。だから僕らが、編集するのは一番最後、98号が最後だということになると思います。で今回はですね、生き物と暮らすコミュニティデザインということで、これまでイギリスのコミュニティデザインどうだとかですね、イタリアはどうだとかですね、アメリカはどうだとか、いろんなところ行ってはコミュニティデザインのなんか関係者の方々の話聞いたり事例調べたりして載せてきたんですけど、今回はですね、なんかペットとか、なんていうの、植物とか、コミュニティっていう概念をですね、人間よりも外に広げていった場合、人間だけのコミュニティじゃなくて、実はもうほとんど子供じゃないか、娘じゃないか、息子じゃないかぐらい溺愛しているペットがいたりしますから、犬とか猫とかですね、なんかそういうところまで、あるいは盆栽、植物まで、コミュニティの概念広げてみたとき、そこでのコミュニティデザインというかやり取りに何か特徴はないんだろうかということで、世界中にまた散らばってですね、事例を調べてきたということです。で僕はですね、もう南米行ってましたから、ね、この YouTube でもずっと喋ってますけど、南米行ってましたから割合ですね、自分の記事は南米が多くて、僕のところの扉もですね、もうこれ南米のボルジェスっていう版画家なんですけど、ボルジェスの版画がたくさん売られているお店の写真ですね、これね。ボルジェスはですね、これ見てもらうと分かる通り、動物、可愛くデフォルメした動物や植物ですね、の、版画が多いんですね。そんなこともあって、割と大好きなんですが、そのあたりから入っていくということで、南米の話を書いています。南米はね、動物の置物とかすごい多いんですよね。で北米の方に行くとニューヨークの事例があったり、あとシンガポールや台湾とか日本のアジアの事例なんかもみんなが調べてきてくれていますので、そんな
特集号になってますね。台湾のね、猫の村ですね。猫めっちゃみんなで育ててる村があったりするんですが、台湾の地域猫のプロジェクトが入っていた、紹介されていたり、台湾の高雄市ですねの動物保護施設の、 あの犬とか猫のね、動物保護施設の、 あの事例ですね、それが地域と一体どういうことをやってるのかみたいなことを書いてある、あの記事があったり、あと今回多分初めてかな、サイちゃん、渡辺サイ子っていう、まあ、うちのなんだろうな、プロジェクトリーダーとかではなくて若いスタッフがいるんですけれども、彼女が多分今回記事デビューしてると思いますね。初めて書いたんだと思いますけれども、この彼女も台湾のプロジェクトについてですね、紹介をしていますね。あのこういうね、雑誌に1本記事書くって結構鍛えられるんですよね。こういうの文章を、なんだろう、公にしたことがない人にとってちゃんと文章を書けるかどうか、あと構成がしっかりしてるかどうかですよね。あと表現に緩いところがないかどうか、こうきっちり見ていかなきゃいけないので、これはまあ美容室 の、 あの編集長がそこをしっかり指導してくれるので、あのうちのスタッフたちも文章力が上がっていくっていう意味でとても助かってますね。あとはシンガポールのプロジェクトですね、プロジェクトとか、それから、あ、これもそうですね、シンガポールの鳥なんだな、これは鳥とかの、鳥のプロジェクト、アニマルセラピーとかがあったりします。で、あとはニューヨークですね、ニューヨークへ行かれた方々もいたので、ニューヨークの犬とか、藤山さんはね、これ多分2回目か3回目ですね、記事書いたのがね。これもまた彼女も若いスタッフですけど、最初のうちすごい文章に苦労していたと思いますね。もう2回目か3回目だからだいぶ慣れたもんなんだったのかどうか編集長に聞かないとわからないですが、書いてくれてますね。というようなこと、あと日本ですね、日本の犬は、犬のペットのことだったり、あと森林のことだったりですね、ここでだから動物じゃなくて植物の話になっていったりします。あと馬出てき、あ、平野さんは2回目かな、このね、だから結局、ま、もう何回も何回もこういう論文だったりとかですね、記事を書いたことがある人っていうのはそんなに心配してないんですよ。ま、特にどうでしょう、大学で修士論文まで書いた人だったらそんなに心配はないんですけど、卒業論文だけ書きましたとか、あと卒業制作をやって論文書いたことありませんみたいなスタッフはですね、やっぱちょっとこう心配ですね。どんな文章を書けるんだろうかっていうのはちょっと心配で、ただコミュニティデザインっていうのは報告書を書いたりとか冊子を作ったりとか、言葉で人々に伝えなきゃいけないこともいっぱいありますから、その意味では人々が読んでいてワクワクするような文章を書く能力もやっぱり持ってなきゃいけないですよね。でこれ鍛えるためにも、こういうそのビオシティで一冊丸ごと編集させてもらえるっていうのはすごくありがたいことになります。それからうちのスタッフたちにとってみても、この号で私論考を書きましたっていう実績になっていきますから、そういう実績を積ませてもらうっていう意味でもとってもありがたい機会だなと思いますね。で大体最初と最後がですね、僕が書いた文章になるんで、一番最後もまた山崎の文章が載ってますね。これもまた南米ですけどね、南米で、で今回の南米はですね、雑誌用にローデータで撮ってきた写真をね、ローデータで撮ってきて、でこれをライトルームで、調整して、で解像度高い状態で雑誌社に送ったので、なんかね、こう見開きでバーンって乗っけてくれても、それなりに見応えのある写真になりましたね。まあ、僕は別にプロのカメラマンじゃないんで、自分が撮った写真がいいのかどうかもよくわからないですよ。でもなんかね、普段よりちょっとね、ちゃんとしてるなっていう印象勝手にですけどね、自分なりに、なんかこうなんだろうな、質感がね、まあ、調整していくんですけど、調整している間にこの陶器の表面のね、質感ポツポツってなっているこの凹凸と陰影がクーッと出てくる瞬間があるんですよね。でここで止めるっていう、僕の写真の腕というよりはこの調整の腕ですよね。これによっていい感じになったものを出版社に送ってるので、勝手に自分の思い込みです
かないかもしれませんが、なかなかいい写真になってるんじゃないだろうかとかってと、これを届いて、紙面を見てみて、思いました。まあ各地いろんなとこ行ってね、写真はよく撮りますから、いつかなんかいい写真だなって思えるやつだけをガーッと集めて、それになんでこんな写真撮ったのっていうコメントも添えた、なんか旅の写真と、それなぜこの風景に着目したのかの理由が書いてある本みたいなのね、一回まとめてもいいなと思ってるんですよね。なんでその写真撮ったんですかってたまに聞かれることあるんでね、なんかすごい日差しの長い家とか撮ってる時にね、 なんでそれと今撮ったって言われて、いや実はですねとか言って5分ぐらい説明長くなっちゃうんですよね。なんかそんなようなことばっかり集めた本を、いやまだちょっと今ね8冊ぐらい本が溜まってるので安易なこと言えないんですけど、まあ、旅の写真、コミュニティデザインの写真みたいなコミュニティデザインの写真、うん、そんな本をいずれちょっと一回作ってみてもいいかなと思いますね。これはもう出版社を通さなくても自分で勝手に作るっていう、作品的に作るっていうのもいいかもしれないですね、こういうものは。うん、もう、そうね、あ、まあ、いや、そんなの どうしても出してみたいんだっていう出版社の方がいたら、ぜひ連絡をしてください。なんか、でもあれですよ、4C、フルカラーで作らなきゃいけないんで、結構ね、コストかかりますから、うまく合わないのかもしれないです。その点で言うと、僕は勝手に自分でクスクス笑いながら、粘土こねるように雑誌を作って、本を作って、でこれをこう皆さんに読んでいただくみたいなことが向いてるかもしれないなと思いますね。なのでまあいずれ写真に関する本みたいなものについてもいつかまとめてみたいと思いますが、まずはでも面識経済ですね。もう何度も言ってますけど、今佳境ですから、僕面識経済のね最後の、まあ最後じゃないか、最後から2番目ぐらいの読み直しを今してるところなんですよ。で、はじめにを読んで、そこにちょっと書き足さなきゃいけないことは昨日やりました。1章もようやく昨日終わりました。で、今日とか明日は2章、3章をやんなきゃいけないですね。で、これが8章、9章ぐらいまでありますから、これで1回も読み直して、で、今回脚注がめっちゃ多い本になります。今までにない本ですね。書いてるそばから、本文に関係あるんだけれども、ちょっと横にそれた話がどんどん頭に思い浮かんじゃうので、それをずっと脚注に送っていく。脚注って本のページの下にちっちゃい文字であるやつね、あれに送っていってるので、これがすごく多い本になりそうです。なので1回本文だけ全部読んでもらって、2回目に本文プラス脚注をこう読みながら2回読んでもらうっていうのがいい本になるんじゃないかなと思っていますが、この面識経済を、まあ、なるべく早くまとめて、これは公文社さんっていうところからね、出してもらえそうなので、今そことやり取りしてますが、そんな作業が今進んでますね。それともう一個、まちづくりの系譜というか、日本におけるコミュニティデザインの歴史みたいなものについて、いろんな人の話を聞きに行って、往復書簡を相葉さんという方とやっている本、これも今佳境ですね。多分もうこっちが先に出るんじゃないかと思いますが、タイトルまだ決まってないのかな、あれ、多分往復書簡のまちづくり歴史本が先に出て、面識経済がその後に出ると。でそれが出たら次に取り組まなきゃいけないのは、多分コミュニティデザインの源流アメリカ編だと思いますね。これを書かなきゃいけない気がします。アメリカ編、エマソン、ソロ、オルムステッド、フランク・ロイド・ライト、ジョン・デューイ、ケビン・リンチまで行くかな、ちょっと分かりませんが、ウェブレンとか言っちゃうのかな、まあ、でもちょっと僕が影響を受けているアメリカの思想家たち、実践者たちについてまとめて、まあ、その思想が我々コミュニティデザインにどう影響しているのかみたいなのを、このイギリス編をもう出しましたからね、イギリス編のようなものをアメリカ編で出したいなと思っていて、これの資料を揃えたり文章を書いたりしなきゃいけないです。でこれの文章が書き上がる頃に、写真撮影の旅に行かなきゃいけないので、アメリカに行ってまたローデータで写真をいっぱい撮ってこなきゃいけないんですが、これは今年中ではないでしょうね。多分来年アメリカに行くっていうことになるんじゃないかなと思ってます。ビオシティの話からなんか出版計画の話で終わっちゃいましたが、そんなようなことを考えている中に、いつかですね、
コミュニティデザインの写真っていう本をまとめられたらいいなと思ってるというそんなところです。あぶない、もう15分経ちました。今日は20分以上いっちゃいけないなと思ってたんでね、15分で終わりにしておこうと思いますが、最近ちょっと YouTube のねアップする頻度がまた下がってきましたね。2週間ぐらい放置みたいなことがよく起きてますが、まあ、なるべく何か喋りたいことが生まれたらまたこのカメラに向かって喋ろうかなというふうに思いますので、まあ気長にお待ちいただければありがたいなと思います。どうもありがとうございました。